名鉄3850系電車は、かつて、名古屋鉄道が1951年に新造し、1990年まで保有していた電車である。宮古和系の愛称で親しまれた。3850系、区28543850系、区 2857FS107 が当た台車18メートル級に扉の車体を持つ吊り掛け駆動のエール車である。 名鉄の1500ボルト用釣り掛け駆動、AL 車の最後の心臓車両は3900系で、あるが3900系の一部は、主制御機が3500系も3500系の電装解除に伴い発生した中古品であったことから、全編成が完全心臓車両である形式は、この3850系が最後となった。ウィンドウシール、ヘッダー付けの半構成車体で、 車体全長は1 8 8 1 5ト、mm、ルとなった。前面は3,800系と同様の貫通型だが、張り上げ屋根と幅1 2 0 0、mm、トルの広い客室窓によりスマートに見える。扉、窓配置は運転台を除いた客室部分で前後対象となるよう設計された。外反色にはクリームマルーンのツートーンと色を心臓時より採用している。 座席配置はセミクロスで、クロスシート部は窓一つに対して4人分の座席が備わる、向かい合わせの固定式となっており、シートピッチは1500 m m である。なお、登場当初はオールクロスシートで、後年まず、戸袋窓部分が、さらに戸袋ではない扉横の一角が、ロングシート化された。また、3400系以来の切り妻となった。 永久連結側には、この後6000系三次車まで続く、両開き扉付きの広幅間通路を初めて採用した。そのため妻窓がかなり小さく、車単座席の背もたれより髪型に設けられた。照明は、当初名鉄では新形式として、最後の白熱灯であったが、重整備の際に、同数の20ワット蛍光灯に付け替えられた。 名鉄としては初めて住友金属製の FS-107 系台車を使用した。この台車は軸バネをゲルリッツ式に習った重ね板バネを上天瓶に用いたウイングバネ式とし、枕バネも枕木方向に置かれた板バネで、1台あたり12組もの重ね板バネが用いられており、枠が中高性であることも相まって、総重量が約7トンにも達する。 あとに3300系、6750系へ転用され、3300系が廃車された際には、越前鉄道へ譲渡されている。もう3850型から空2850系全部で10編成、20両が製造された。メーカーはもう3850型が日本車両製造、空2850型が帝国車両工業である。前日の通り、 普通ならば、3850系と読むところであるが、この電車に限って、宮古和系という愛称で親しまれた。その理由については、諸説あるが、この電車の設計者が、宮川智之助左衛門の末裔であるとされており、その、宮と、名鉄3850系の38が偶然、被っていたため、語呂を合わせて、宮古和系と呼び始めたと考えられる。 1951年に特急用車両として登場し、名鉄が初めて SR 車と呼称した車両である。当時の技術では、最新のアブフム型単位スイッチ式、多段抵抗制御機と発電ブレーキを備えていたが、車両保守のメニや運転取扱い上も問題が多く、制御機は1964年に段数を減じたカム軸式へと改造されて、 他の AL 車と同様の性能に揃えられ、発電ブレーキも車体更新工事の際に廃止されている。また、電動車の自重は44.3トンに達し歴代、名鉄 AL 車の中では最も重い車両であった。これは、台車が日本国内でも最重量級のゲルリッツ式台車を採用したためである。百五十八年十一月十四日にも百五十七 国百8 5 7が、踏切事故により全焼。翌1959年の復旧時に3700、計に準じた全金属車体に乗せ替えたが、番号は変わっていない。1959年11月20日にはも 3859? も国府駅ご有益間の追い分け踏切における、踏切事故で全焼。同様の形態となった。 元々3850系は張り上げ屋根の車体を持っていたので、編成として見た場合の違和感は3560系ほどではない。蒸気以外の3850系は1966年以降、ウィンドウシルヘッダーの撤去、高運転台化などの更新工事が行われた。最初に高運転台化されたも3856区2856のみ。 正面窓にアルミ製の窓枠が付けられていたが、後に墨の丸いエッジゴム指示に改められた。1990年までに全車廃車となった。廃車後、台車や機器は6750系などに流用されている。ABCD 名鉄3850 2015年8月17日閲覧。 読者単身に見る名古屋鉄道の記録1950年代から1960年代前半鉄道ピクトリアルアーカイブスセレクション第30号電気車研究会2015年2月168ページ鉄道ピクトリアル通関103号読者単身 P60 ありがとうございます